ノクト、起きろノクト、もうすぐだぞ。カイムに着くのか。いや、手前で最後の補給をする。腹減った。だな。着いたら起こしてくれ。いらっしゃいませ。どれにしよっかな。ノクトは？ノクト、あ、うん、何、ハンバーガーと飲み物4つずつ、あんたのおすすめを頼む。バイトを持って焦った。ハンバーガーとね、飲み込んでから喋れ。ノクトのこと気づかれたかな。大丈夫だろ。あまり気を緩めないでくれ。騒ぎにでもなれば面倒な。ノクト、イグニス、ん？甘やかしすぎだ。それじゃ王子の変色は治りゃしねえぞ。忠告感謝する。どうせなら本人にもそう伝えてくれ。俺が言ってどうする。俺は毎日言っている。ったく甘いな。イグニス、グラディオ、喧嘩やめなよ。喧嘩じゃねえよ。はいはい、お静かに。お前が言うか。もうすぐ船乗るんだからさ、仲良くね。そもそも喧嘩なんざしてねえよ。あれ、そうならいいけど。明日には皆無に着く。順調に行けば。ああ、帝国軍と遭遇する可能性は高い。今やルシスは、うわっ、グロープと何やってんだ。ひどいな、何が吹くものを。あ、ごめん。ページニュース。ミフハイム帝国の管理下に置かれているルシス王国ですが、王族の死亡により無政府状態になっていた王都に暫定統治機構が設立されることが決まりました。暫定統治機構に所属する人員は現在帝国政府を中心に検討されていますが、政府関係者以外からも。あれ、出るぞ。鉄くずのくせに鼻が利くぜ。こっち来るかな。ひとまず身を隠せる場所を探す。ルシスとニフルハイムは長いこと戦争を続けてた。そしてルシスが負けた。ニュースでは王も王子もみんな死んだといい、帝国軍は今王都を占領してる。でも俺は生きてる。生きてルーナに会いに行く。生き延びて親父に言いたいこともある。ご飯できたって。豆のスープよりはマシだけど。言えてる。食べなくても構わないが。うまい。いただきます。お、いつまでこうやってのんびり飯食ってられんだろうな。いずれはルシス奪還に向け動かねばならなくなる。ずっとみんな一緒ってわけにはいかないか。やめろよ。どれくらい取ったんだ。結構取ったよ。いい記録になるだろうな。そうだね。最初はノクトとルナフレーナ様の結婚式までの気ままな旅のつもりだったけど、ルシスがこんなことになっちゃって。正直ここまで一緒に来られるとは思わなかった。あ、ほら俺だけただの一般人だし足手まといっぽいじゃん。そうだな。うわ、はっきり。まあ一人じゃ無理だったわ。あ、三人ともここまでついてきてくれて、その
どうもな。なんだよ今さら。王子に付き従うのは当然だ。そうかよ。コーヒーいるか。うん。俺も。朝早いんだからやめとけよ。イグニスのコーヒーで締めでしょう。飲んだら寝ろよ。眠くないし。お、じゃあゲームしよう。その前に明日の準備だ。ルナフレーナ様お元気かな。ねえノクト。そう。そうって連絡取れてんだよね。取れてるから海の向こうへ行くんだろうさ。お元気かどうか一番気にしているのは王子だ。寝る。照れてる。うっせえな。起きても治らなかったな。簡単には突破できそうにないな。くそ、めんどくせえところに。かなり警戒してやがるな。ここ抜けるしかないよね。やるか。当たって砕けよ。砕けるのは困るが、その方針は支持しよう。ノクト、最初から全力だ。衝撃で半数を潰す。陽動を頼むがいいか。了解。昔ノクトを殺そうとした奴だ。プロンプト、運転に集中してくる。鹿いた。みんな見たね。ノクトも。ノクト。また寝てんの。寝すぎると目腐るよ。王子は寝るのが仕事だからね。考え物だ。ああ、イグニス。昨日帝国軍と戦ったばかりだろう。すぐ追手が来るはずだ。今は気を引き締め慎重に。じゃあ敵が来るまで息抜きしないとやってらんないって。
イグニスだってずっと難しい顔してたら疲れるよ。こいつはいつもこんな顔だけどな。あ、前を見てくれプロンプト。見てるし。それなら俺が運転を。あぶねえなプロンプト。どうした？ごめん。大丈夫？あ、なんだ犬か。イグニス、薬、薬貸して。怪我か。うん、棘が刺さって動けなくなってたみたい。うわ、すげえ。マーフィスだよ。いやいや、ちょっと待って。ちょっと待って。いやいや、いいだろこれ。いやいや、分かってる。待って。ごめん。行こうぜ。ノッティス王子、召使いって何人いるの？100人くらい？もっとでしょ。だって王子様だよ。じゃあ何人くらい？1000人？あ、ノクティス様？トイレ。いただきます。大丈夫だよ。これでよし。お腹空いてるの？ビスケットもあるよ。どこの子だろう。貼り紙とか作った方がいいかな。ああ、もう。ただいま。チビ、シロ。チビ？普通かな。でもチビだしな。うわー、待って待って、ちゃんと拭かないと風邪ひくよ。ほら足も。あー、まだまだ、ちょっと待って。もうすぐ良くなるよチビ。飼い主さんもきっと心配してる。探しに行かなくちゃね。飼い主さんどんな人？おやすみチビ。チビ、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 チビ。
アンブラ？プライナ！プライナ！プライナ！ゲーティアナ！プライナが！ええ、無事でよかった。プロンプト？名前が。調べましょうか。僕宛て？うん、いい匂い。プロンプト様、突然のお手紙をお許しください。私はルナフレーナ・ノックス・フルーレと申します。あなたが解放してくださった子犬プライナの飼い主です。チビの？プライナの行方がわからなくなり胸を痛めておりました。あなたのおかげで元気になったプライナと再び会うことができて本当に感謝しています。プライナはノクティス王子のもとへお邪魔させていたのですが。ノクティス王子？プロンプト様はノクティス様のご学友なのだそうですね。ノクティス様はお忙しく、なかなか周囲の方と遊べないと聞いています。プロンプト様ともあまりお会いできないのかもしれませんが、どうかこれからもノクティス様のことを支えてくださいますようお願いいたします。僕がノクティス王子と語学友？友達？友達になっていいってこと？ルナフレーナって人が、ルナフレーナ様がそれを望んでいる僕に。よし。あの、王子、僕と友達を。ま、大丈夫？あ、はい、カメラは。ん？え？あ、どうぞ。違うよ。ごめんなさい。それじゃあ。重い。あの僕と友達。やっぱり友達になんて。友達になるんだ。どうすれば走れるかな。こんにちは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 。
こんにちは。こんにちは。どうした、ノクト。なんでも。あれが王子じゃない。同じ学校なんだ。どうする、話しかけてみる。待ってよ。こんにちは、ノクティス王子。はじめまして、俺プロンプト。よろしくね。初めてじゃねえよ。よし、これで大丈夫っと。お母さん、もうはぐれちゃダメだぞ。あと道路は危ないから気をつけて。着いたのかって、どこだここ。ちょっとな、救護活動だ。さあ行こう行こう、皆無までもうすぐだよ。ねえノクト。オルツシエに着いたらさ、俺もルナフレーナ様に会えるかな。会えんじゃね。そっか。気づかれた。めちゃくちゃ怒ってる。一匹でいいのに。まとめて丸焼きにしてやるよ。あ、見つかっちゃった。こんな時に逃げる。肉はそりゃ食べたいけど。出る場合か。終わり。さすが王の盾。やれるか。楽勝だろ。倒した数で肉の取り分決めようぜ。絶対負けねえ。行くぜ。もっと思いっきり来い。もう一回。やだ。おい、夕食の時間だから。最近学校はどうだ。普通だよ。お前の普通と私の普通は違うぞ。ま、楽しくやってるならいいが。人参残すのか。嫌い。あのわがまま王子。はあ、悪口いけないんだ。パパに言っちゃおう。イリス。お兄ちゃん、やめてやめて。
ただの愚痴だよ。ノクトのこと嫌いなの？大嫌いだね、あんなわがままの根性なし。でもお兄ちゃん、ノクトのこと守るんでしょ？はあ？パパみたいに王の盾になるんでしょ？ネギス様ならともかく、あいつの盾になんか絶対なんだよ。つうかあいつが王とか絶対無理。え？なんでなんで？もう寝ろ。なんでなんでなんで？ああ、寝ろ。グラディオ。はい。あ、お兄ちゃん。このバカ、なんでいるんだ。バカって言った方がバカなんだよ。一人で来たのか。うん、ノクト見に来た。はあ、ダメに決まってんだろ。なんで。お兄ちゃん合ってる。俺は親衛隊なの。会っていただけるか聞いてみましょうか。やったー、ありがとうございます。今聞いてもらってるからちゃんと待ってろよ。お兄ちゃんは仕事頑張って。ノクティス様、そろそろお部屋に。もうちょっと散歩してく。ノクティス様は？おーい、王子がいない。ええ、王室をお散歩されてたはずなんですけど。たく、どこ行ったんだ。イリス、もう今日は。イリス、大丈夫、一緒に帰ろう、うん、名前は？キリス。道、わかる？うん、たまに抜け出して遊んでるから。王子なのに。王子なのに。だから、あの出口のことは内緒だよ。はい。お兄ちゃんに怒られる。お兄ちゃん？グラディオお兄ちゃん。イリ
前どこ行ってたんだ。みんなに心配かけて、なんとか家へ入りする。どうしたグラディオラス。私の妹が行方不明になって、みんなに迷惑を。イリスは悪くないよ。はあ？グラディオラス。何があった？ちょっと外に遊びに行こうと思って、この子を誘った。お前は王家の人間だ。誰にも知らせず、城を抜け出して良い立場か？その軽率さがイリスの身を危険にさらすかもしれないとは考えなかったのか。しばらく謹慎だ。早く風呂に入れ。はい。すまなかったなイリス、グラディオラス。いえ、妹から目を離した私の責任でもありますので。なんだ。あのね、ノクトのせいじゃないの。ああ、私が猫追っかけて迷子になって、ノクト助けに来てくれたの。あいつが助けに？信じらんねえ。本当なの？でもあいつ自分が誘ったって。ごめんなさい。手が止まってんぞ。ん？学校の宿題か？家庭教師の課題、謹慎中にやれって。ん？何？謹慎でも稽古は OK だろ。課題が増えるのは勘弁なんだけど。怒られるときは俺も一緒だ。来いよ。くっそ。まだまだだな。でも根性あんだな。全部イリスに聞いた。何の話？イリスをかばってくれたんだろう。ああ。感謝する。いいよ、そんなの。でも認めたわけじゃねえ。王になるなら強くならねえとな。じゃあ教えてよ。あ、もちろんだ。今度は勝つよ。やってみな。疲れた。イグニス、素敵。香辛料が足りないかもしれない。前の町に戻っていいか？次の町で買えば。いや、まだだいぶ距離がある。だー、腹減った。どうだった？ああ、こいつで4体。残念、俺も。ああ、勝てねえ。簡単には勝たせねえよ。今夜はステーキだ。まだまだかなりある。今日中に到着するのは厳しいだろうな。また野宿？もうなんとかなんね。
少し戻ることになるか、レスタルムで宿を取るか。マジ？やったー、話わかる。たく、雨だ。休息も必要だ。取れてよかったな。おい、うん、出店見に行こうよ。ケバブ食おう。行く。あ、二人は？俺は残るかな。市場で食材を調達する。先に行っていいぞ。オッケー、行こう。早めに戻れよ。どっから行く？ケバブ一択。お姉さん、何食べてるの？ん？お待たせ。誰？え、あ、そこで売ってるよ。じゃあね。じゃあね。いらっしゃい。いらっしゃい。ナツメグとシナモン、それとブラックペッパーを2袋。あ、いいよ。そのままでもいいが、ジャムにしてもうまいよ。では、これも頼む。何作ってんだ？お、いつものやつか。今回はバナナで試してみる。よくやるね。なんで何度も作ってんだ？まあな。おお、いい色だ。キッチンをお借りしています。いいよいいよ、甘いもんばかり作っているが、そんなに好きなのか、イーグニス。いえ、これは。お疲れ様です。いきなり数学か、やばいっつうか全部やばいよ。ノクト余裕じゃん。あれ、王子だから内心関係ねえし。じゃあな。王子、テストなくしてくれ。邪魔しているぞ。ああ、野菜ばっか。偏った食事ばかりとっているようだからな。栄養バランスを考えて、たまには自炊を。はいはい。夕食にするから、手洗いうがいを済ませてくれ。ああ。漫画なら棚に収めた。ルナフレーナ様の手帳は引き出しだ。返事をするなら早い方がいい。わかってるよ。ボタンが落ちていたが、あれは？あ、制服のやつ落ちてた。まったく。帰ってつけるから出しておいてくれ。ああ、食いすぎた。デザートは入るか。あ、今回は蜂蜜の種類を変えてみた。おお。どうだ。違うかな。もっと甘かったし、サクサクしてた気がする。そうか、パイ生地の方も試作が必要か。でもうまいよ。イグニスも食わねえ。ああ、コーヒーは。うん、サンキュー。試験勉強があるだろうから帰るが、前にも言ったが、
外出時は戸締まりに気をつけてくれ。玄関だけでは不十分だ。うん。それとゴミの分別も頑張ってくれ。それ以前に部屋に放置するな。誰かがやってくれると思ったら大間違いだぞ。ノクト。はいはい。きちんとしてくれないと一人暮らしは取りやめ。明日もあるだろテスト。ああ一日で十分だよ。あ、陛下だ。あれ、陛下って足悪かったっけ。遅かったな。試験は午前中じゃなかったか。偶然。明日の科目の勉強は。今日は何？ワイシャツのボタンをつけたから届けに来た。それと昨日渡したレポートは読んだか。まだだろうな。読んだ形跡がなかった。帝国との大規模な戦争は30年前に一時収束したが、未だ予断を許さない状況だ。報道規制されているが、現に小規模の衝突は時折起こっている。分かってるよ。ルシス150年の平和は代々王の力によって作られる魔法障壁のおかげだ。王は多大な力を消費し、その代償を全て恩民に引き受けられる。レギス様はしばらく前線に出ず、魔法障壁に集中するとおっしゃっていた。もうほとんど武器召喚はできないらしい。
聞いているのか。それ今聞かなきゃいけないこと。ではいつ聞くんだ。言っただろ、お前は次期国王なんだ。いずれ親父が死ぬって。そうは言ってんだろ。俺が王になるのは親父が死ぬ時だ。落ち着け、ただ事実を。事実ってなんだよ。話にならないな。だが考えておいてくれ。どうしたの？テストはできなかったのか？お前らどこの学校だ！今もう帰るところで。グラディオ。イリスはまだ学校か。最近稽古サボってっからな。抜き打ちテストだ。集中しろ。陛下が嘆くぞ。そんなんじゃ国を任せられないな。分かってんだよ。分かってんだよ。分かってんだ。今のままじゃダメだって。でも親父が死ぬなんて考えたくねえよ。ノクトのやつちょっとなまってたぞ。お前のところに来たのか。この前な。また稽古サボりそうだったら連れてこい。わかった。うん？いや、ノクトが何を考えているのかわからなくて、自分の立場をわかっているのか。お前が思ってるより考えてるぞ、あいつは。何か燃やしたのか。料理したのか。まあ。あら、ヘラね。悪いが、今日は何も。たまに食べるとうまいな。あのさ、フライパンって燃えないゴミ？ああ、あれはまだ使える。今度焦げ落としを持ってこよう。うん。この間は言い過ぎた。うん、この前のは惜しかった。うん。ああ、菓子か。食べたのか。また作ったら食べる。ああ。
お、いい匂い。何作ったの？食べるか？おっほほ、これ久しぶり。いただきまーす。今回の何味これ？おいしい。どうだ？違う。ノクト、まさか。ああ、見間違えたりしねえ。あいつは。ノクト！死骸だよね。イグニス、帝国の奴らは死骸も使えるのか？いくら帝国でも死骸まで持ち出すのはおかしいぞ。このヘビ野郎、まさかまた会うとは思わなかったぜ。あの時のことも帝国の仕業だったってことか。レギスタールも手こずられた相手だ。今のお前では。うっせえんだよ。あの時とは違う。ホタル、綺麗だったな。カゴ持ってくればよかった。お話しされるのが何よりのお土産ですよ、ノクティス様。陛下も来られるとよかったのですが。いいよ別に。お、なんだ。大変。確認してくる。待て。違い、なぜ死骸がここに。障壁が破られたのか。ノクティス様を守れ。Thank you.
レギス様。ノクト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 、無事か。逃げよう。邪魔すんな。俺が倒す。ノクト。頭冷えたわ。肩はついていない。俺だってやるときはやるよ。いけるかノクト。当然。行くぞノクト。ヘビらしくなってきたじゃねえか。イグニス。やったか。やった、やったー。ノクト。お父さん。ノクト、父さんが守ってやるからな。親父。ねえ、オルティシエに着いたら俺たちどうするの？さあな、何にせよ帝国はぶっ潰す。ああ、ルシスをこのままにはさせない。勝てるのかな、俺たち4人で。
降りたっていいんだぞ。俺たちはこれが務めだが、お前は自由なんだ。今さらそんなこと言わないよ。俺だってムカついたからな。奪われてムカついたから取り戻す。そんだけだ。そうだな。立場は関係ねえ。怖くないと言えば嘘になるけど、取り戻さなきゃ。うん、取り戻そう。ああオルティシエ楽しみだな。ルナ・フレーナ様に会うことしか考えてねえだろ。俺としか会わないかもな。え、会えるって言ったのに。そうだっけ。あーひって、絶対会わせてよね、ノクト。ね、ノクトってば。うるせえぞ、プロント。動くな、ハンドルが取られる。ああ、ねえ、ミーは